ウクライナ当局最高裁長官を拘束、違法な利益3億円超得た疑い。ウクライナ国家反汚職局 NABU と反汚職専門警察 SAP は16日、270万ドル、約3億7000万円の違法な利益を関係者と共に得た疑いで、ウセボロド・クニャジエウ最高裁長官43を拘束したと発表した。両機関は最高裁判所の指導部内で組織的な汚職が行われたと言明。三権の長の一人に対する疑惑に国内で衝撃が広がりそうだ。報道によると他の最高裁判事の関係先も家宅捜索を受けたという。ウニアン通信などによると最高裁の大法廷は4月ウクライナ中部ポルターの鉱物生成企業の株式をめぐる訴訟で下級審の決定を覆し、昨年12月にウクライナの司法当局の要請に基づいてフランスで拘束された富豪の所有権を認めた。 NABU トップは16日の記者会見で、この富豪の関係者と最高裁幹部らの間でこの決定をめぐる現金のやり取りがあったとした。クニャジエウ長官の容疑の詳細は捜査中を理由に明らかにされなかった。ウクライナがキンジャール6発撃墜と発表。ロシアが迎撃不可能と謳う極超音速兵器。ウクライナ軍は極超音速ミサイルキンジャール6発を含むロシアのミサイル18発を迎撃したと発表した。この発表が事実なら、ロシアがかつて迎撃は不可能な超兵器と豪語していたキンジャール、ロシア語で探検の意味、ミサイルに対する新たに配備された西側の防空網の有効性を示すことになる。キンジャールミサイルとはどんな兵器で、その撃墜は何を意味するのだろうか。これはミサイルの残骸が落下した現場を撮影したとされる写真。残骸落下に伴い3人が負傷したという。キンジャールは音速の10倍で飛行できるとされ、それゆえ極超音速ミサイルと呼ばれている。一方、ロシア国防省はキンジャールがウクライナに最近配備された米国製のパトリオット防空システムを破壊したと主張している。ロシアのプーチン大統領はキンジャールを北大西洋条約機構 NATO に対抗できる次世代兵器だとたびたび述べている。射程は2000マイルで核弾頭または通常弾頭を搭載することが可能だ。キンジャールが初めて公開されたのは2018年。ロシア国防省が公開したこの映像は戦闘機から発射される様子を映したものだ。ロシアは昨年ウクライナで初めて使用したとしているが、使用を認めたのは数回しかない。ウクライナ側は今月パトリオットを使ってキンジャール1発を初めてキーウ上空で迎撃したと発表していた。これまでパトリオットによるキンジャールの迎撃は理論上のものでしかなかった。一度に6機を撃墜したことは単にまぐれではなく、信頼できる防衛手段になりうることを示唆している。ロシアが保有する極超音速兵器はキンジャールだけではない。海軍の艦船に搭載可能なツリコンと呼ばれる極超音速巡航ミサイルも保有している。そもそも迎撃っていうのは何でもできる絶対できないの二択ではない。できるできないは条件次第。極超音速ミサイルも発射後高高度飛行で目標へ向かう。この時マッハ5から9になるのであって、その段階では迎撃が難しいのは変わらない。しかし目標に突入する際には低空に降りるし、精密な誘導が必要なため速度を落とす。この段階で迎撃が可能になる。だから目標の直前で迎撃するPAC-3なら迎撃可能というのは前から言われていたこと。絶対迎撃不可能なミサイルなんて、そんな兵器は存在しない。しかしイージス艦の SM-3 はその途中の高高度飛行段階を狙うので、 SM-3 では迎撃困難なことに変わりはない。PAC-3 では射程が数十キロしかなく、日本全土は守れない。だから今日米で新型ミサイルを開発している。だから迎撃できるかどうかは条件次第で、何でもできるおは絶対できないではない。ウクライナバフムトで反撃に初めて成功。ロシアも一部後退認める。地上軍司令官防衛作戦に初成功。ウクライナ軍の大反撃に弾みがつく見通し。ウクライナ軍とロシア軍が6ヶ月以上全てをかけて戦っているウクライナ東部のバフムトでウクライナ軍が初めて反撃に成功した。英国が長距離ミサイルに続き長距離攻撃用のドローンの供与を決めたことで、
ウクライナの春季大反撃に弾みがつくものとみられる。ロイター通信などの報道によると、ウクライナ地上軍のオレクサンドル・シルスキー司令官は15日、現地時間、テレグラムを通じて発表した声明で、ここ数日間、バフムト方面で自国軍がロシア軍を追い出す戦果を上げたと主張した。シルスキー司令官は、バフムト方面の我が軍の進軍は、バフムト防衛に向けた攻撃の初の成功例だとした上で、この極めて厳しい状況でも我々が前進でき、敵を破壊できることが過去数日で明らかになった。我々は敵より少ない資源で戦いながら敵の計画を台無しにすることができると強調した。ウクライナ軍の作戦本部は同日の戦況ブリーフィングで、ロシア軍が強力な砲撃を前面に押し出し、バフムトの西端にあるイバニウシケ村への進撃を試みているが、この村への接近には失敗したと述べた。ウクライナ軍は詳細な戦況を公開せず、バフムト北部地域と南部地域で進撃に成功したとだけ発表した。ロイター通信によると、ロシア軍もバフムト北部から一部後退したことを認めており、ロシアの傭兵集団ワグネルグループの設立者エフゲニー・プリコジン氏は、ロシア正規軍がバフムト北部と南部から一部撤退したと述べた。ウクライナ東部ドンバスの要衝地とされるバフムトでは、ウクライナ戦争最大の戦闘が6ヶ月以上続いている。ロシア軍は昨年10月頃からバフムトを包囲し、ワグネルグループをこの都市占領の先鋒隊として投入しており、同グループは自分たちがこの都市全体の約 95% を占領したと主張している。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は同日、英国ロンドンでリシ・スナク首相と会談し、200km 以上の長距離攻撃が可能なドローンなどの軍事支援の約束を取り付けた。英国は先週、西側諸国の中で初めて射程距離が 250km を超える長距離ミサイルストームシャドウを供与した。ゼレンスキー大統領はこれに先立ち、イタリア、ドイツ、フランスも訪問し、さらなる軍事支援を約束された。ゼレンスキー大統領はこの日、キーウに戻る列車で撮ったビデオ演説で、新しい軍事支援とともに帰国する。戦線により強力な新型兵器を投入し、我が国民をよりよく保護できるようになったと述べた。ロシアは英国の長距離兵器供与に強い反感を示した。クレムリン大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は、我々は英国の軍事支援を極めて否定的に見ている。これは特別軍事作戦、ウクライナ侵攻に大きな影響を及ぼすことはできないだろう。さらなる破壊をもたらし、ウクライナにとって事態はさらに複雑になるだろうと主張した。ロシア国防省は英国が支援した長距離ミサイルストームシャドウを同日初めて撃墜したと主張したが、詳細な状況は明らかにしなかった。国防省は前日、ウクライナ軍が同ミサイルで東部ルハンスク州の産業施設を攻撃したと主張した。ウクライナはバフムト内でロシアを押し返しているかのように感じるかもしれないが、実は少し違う。記事にもあるが、ウクライナが反撃に成功しているのはバフムトの郊外で、バフムトの市街地自体はほぼロシアによって制圧され、残すところは南西部のごく一部だけである。ロシアはバフムトを包囲すべく市街を包み込むように進軍しており、今回はその突出した郊外の北部と南部の一部を奪還しただけだ。市街地ではかつてウクライナの防衛本部があった建物にまでワグネルの部隊が入り込んでおり、残念ながら完全に制圧するのは時間の問題であることに変わりはない。ただウクライナもバフムトを防衛するというよりは、反転攻勢が始まるまで少しでもロシア軍の戦力を消耗させるためにバフムトにロシア軍を引きつけていただけで、今後は南西部の高台になっているイワニフスケ方面に引いて、引き続きロシア軍の戦力を削ることになるのだろう。